さーい。すごい声が出てるよ。出てる。はいはい。はいはい。インターネットで手探りに発信チャンネルリスタイル、牛倉好きチャンネルです。よろしくお願いします。はいはい。そして月曜レギュラーカッパつくマネージャーのヒデです。よろしくお願いします。平日毎日1時間の生放送をお届けしているジャンメ TV、 本日もエスカードプラザ特設スタジオから皆様にウキウキハッピーな情報をお届けするべく、毎週月曜日私ちゃんみよとカッパスくんと一緒にお届けしていきます。よろしくお願いします。お願いします。そのわけで始まりましたけども、ちょっとね時間遅くなってしまいました。申し訳ございませんでした。全部ちゃんみよの責任です。妖怪のせいではなく、はい、おちゃんみよ素直、いいね、素直だな。準備がね、おろくなってしまいました。素直、気をつけましょうな。はい、ね、うん、そういうこともいっぱいあります。もしそうですいっぱいなきゃなあっちゃダメだわじゃなくて泣いても無理だわ、はい、一個一個減らしていこう。本日は2月の9日の、はいはい、月曜日肉の日、第644回目のチャンミュー TV でございます。そっか、だから今日世の中はね肉を食べてるはず。本当、うん、夕飯は皆さん肉じゃないかな、うん、そうなの、そうなの、うん、らしいよ。そうなんだ。だって肉でしょ。あ、肉だけどさ、うん、そっか、食べたいぞー、お肉が食べたいぞー、お肉が食べたいぞー。俺今日ちょっとだから焼き鳥食べたいのかな。食べたいよ、食べたいよ。何それ、ポロポロちゃん。何したいの、ポロポロちゃん、ポロポロちゃん。何それ知らないの。知らない、それ全然似てないからわかんないだけだった。何それ、シマリスくん。はい、じゃあそんなコーナーで最初のコーナー行きましょう。最初のコーナーはなんだそれいっぱいいるんだけども、チャミヤマトミニュース、はいはい、やっぱりアメリカにはヒーローがいるわというニュースがね、なんでしょう、なんでしょう、届いておりますので早速ご紹介していきたいと思います、うん、はいはい。ポロポロちゃんダブルで聞こえてくるんだけど、なんだ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 。はい、早速行きましょう。全米感動と、おそのスーパーマンが現れたと大騒ぎになっているそうなんですけども、これスーパーマンなんて仰々しい名前で話題となっているこちらの動画は、うん、フェイクか何かと思う気持ちが分かりますが、とりあえずご覧いただければこの動画の凄さが分かるはずだということで、まあね、動画のリンクが載ってるんですけども、うんうんうん、ちょっと動画はね、うん、あの著作権の関係で見せられないのですが、まあ、説明しましょう。今皆さん見てる写真、うん、まず踏切の途中で車が止まってしまいました。ここではよく、ここまではよくあるアクシ、よくありがちなアクシデントなんですけども、うん、ないはいいけどね、しかしその後ですね、うん、とある男性がこの踏切に止まった車を助けると。さてどのようにするのかということで、ここじゃ全然わかりませんよね。わからない、わかんないですね。わからないですね。車が止まってます、うん、大変だと、うん、大変だ、大変だと、ね、うん、止まってますね、止まってますよね。じゃあどうする、こう車が止まっちゃいました、うん、人がいるんです、おう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 、助けてるんです、車を押してるんです、押してるんです、という絵ですでも動画じゃないとわからないので、どう押してんのこれ、そう押してるの、だ車がこういて、うん、線路に入っちゃいました、はいはい、でも電車が来る、後ろに乗ってる男の人が押す、一人でこう押す、すごくないそれ、すごいんですよ。で、うん、スーパーヒーロー、スーパーマン、そうでね、うん、なんか動画を見ると途中でそのね、うん、この人が一人でこうやって行って、でも電車も来てる、うん、電車も来てる、うんうん、危ないね、そうで、ブレーキをかければ乗客の命が危ない、うんうんうん、突っ込むしかない、うん、だから男性が突っ込むしかねえんだもうすごい映画のようなワンシーンだったよっていう、全米が感動するであろう動画であると、するなこれ、すごいすごい動画だったんですけど、これはね動画を見ていただかないとわからないので、皆さんぜひチェックしていただきたいですね。カジバンのクソ力ってのが出たんだろうね。いや本当にスーパーマンだったのかもしれない、そっち、うん、本当にスーパーマンってこと、そう、ポロポロちゃんなんで今日困ったら、なんか詰まったらそれなの、今日話詰まったらそれなの、なんか、うん、そうなのかな、気になる、動画も見てみよう、うん、なら、うん、見てみてください、うん、はい、ね、そう動画はねちょっとあの検索していただければわかると思うので、うん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 、スーパーマンみたいなね、やつで出てきた、お、コメント、ですね、カブギンドさん、ジャミューヒデちゃんお疲れ、今日は9時から働いてるよ、この後は夜中までだよ、長いよって、9時からって、朝の9時からってことか、労働基準法に引っかかりますね。変な8時間ですからね。頑張って どこの企業でしょうかねそれ。頑張ってとか言われたいんじゃないの、歌舞伎のさん。
それないみたい、うん、ダメです、うん、いじめないよ、いじめられてるよもういじめないよとか言ってボノボノちゃんですよ。あ、ボロボロちゃんのことか。そう、ボノボノで多分そういう言葉が出てくるじゃないですかね。で、カリアさん、どんどん祭り、牛クリーンお疲れ様でした。お疲れちゃんでした。まあ僕、牛クリーンね、あのさっきフェイスブックにやったって言ったけど遅刻でしたね。現場着いたら終わってたわ。はい。申し訳ございません。皆さん気軽に無理せず参加するのが牛クリーンですからね。はい、ということで、はいはい、以上をチャミをまとめニュースでございました。おいおい、ぽいぽいぽい、うん、はい、戻ってきました。続いてのコーナーは牛久のニュースをお届けするコーナーです。はいはいはい、ではではその前に一旦 CM です。おかえり。ジャンミオ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社三洋ホーム様の提供でお届けいたします。続いてのコーナー、はいはい、牛久のニュースをお届けする牛ニューです。2月の9日の月曜日、うん、牛久のニュースをお伝えしたいんですけれども、はいはい、まず一つ目は牛久市のホームページからのご紹介です、うん、牛久安全安心ワールド2015が開催されますというニュースなんですけれども、これはね、はいはい、なんだろうな、うん、なんだろうな、映ってないと、あ、はいはいはい、放送ができてないんですかね、はいはいはい、大丈夫ですかね、うん、はい、でね、日時2月の28日の土曜日です、はいはい、うん、場所が牛久市の中央障害学習センターの文化ホールほかで、牛久安全安心ワールド2015が開催されます。犯罪や災害から大切な命を守るためにというサブテーマがついてますね、うんうん、こちらの目的は防犯や防災、うん、交通安全への意識を高め、安心して暮らせる安全な街づくりを推進することを目的として牛久安全安心ワールド2015を開催しますということなんですね。タイムスケジュールは8時から消防車両パレード、牛久市消防団および牛久消防署車両による牛久市の中のパレードを行うと。詳細については次の牛ニューで紹介しますね、はいはい、で9時から展示体験コーナー、うん、で10時から開会式で、うん、まあ、市長だったりご来賓の皆さんの挨拶があって、10時40分から正午までは防災システム研究所の所長、山村武彦さんの講演がございます。テーマが心と家の耐震対策、防災心理と地域防災についてという大切なお話がございます、ね、危機管理のスペシャリストとして全国で活躍、うん、自分たちでできる防災について大規模災害に備える、うん、大規模地震に備える防災対策や心構えなどを一緒に学びましょうということでしたね。その後はね、12時10分から12時40分までは、うん、牛久のね山中の和太鼓演奏がありますよということです。あら、和太鼓も見れるの？そう、見れます。へー。他にも、まあ、展示体験コーナーには交通安全ポスターとか兵庫のね、うん、入賞作品が飾られていたとか、うんうんうん、あとね防犯ポスターもそうですね。あと体験ではシートベルトの体験者、はしご車搭乗体験、地震体験者、自衛隊資機材の展示などがあります。他にもいろいろなね、販売だったりとか、あといろんな企業さんの展示がねあったりとかしますので、皆さんもぜひ足をお運びいただきたいと思います。はい、28日いいね。でね、駐車場は牛久市の中央障害学習センターをご利用ください。駐車台数限られてますので、うん、できる限りの相乗りでお越しくださいということでした。主催が牛久市、協賛が、はいはい、稲敷広域消防本部牛久消防署と牛久市消防団で、協賛しているということですね。問い合わせ先につきましては交通防災課さんです。はい、こちら市役所0298732111の、はいはい、交通防災課までお願いしますということで、続いてのニュースにそのまま流れていきましょう、はいはい、消防車による防火パレードのお知らせということで、はいはい、うん、これはね3月の1日から始まる春の全国火災予防運動に先駆けまして、うん、平成27年2月28日の土曜日、牛久市中央3丁目を中心とした牛久駅周辺市街地において防火パレードを実施すると。で、先ほども言ったように、牛久安全安心ワールド2015の一環として、牛久市消防団の全車両と牛久消防署の車両計34台が隊列を組み、ご覧のルートをね、すごいね、それすごい迫力だね。そうだよ、どんなルートかと言いますと、こんなルート、ぐるーっと回るんですけども、はいはい、そう、安全にね、通常走行するということでございます、あのね、交通規制は行わず、全車とも交通法の規範に
乗っ取って放棄に乗っ取って、通常証拠をすると。牛久市内の消防車が一堂に会しますので、ぜひ沿道よりご来ご観覧くださいということで、ルートはこうなってるんですけど、これこっち見て、この消防車がこう行きますよ。すごいね、すごいね。見れます、見れますね、はい、こちらのどこかに行けば見れます。これ見そう、8時から消防車が集合、牛久市の中央障害学習センターの駐車場に集合して、その後8時30分頃からパレードが開始。巡回ルートを詳しく、ね、説明すると、牛久市の中央障害学習センターから中央通り、花火月通り、ぶどう園通り、ふれあい通り、牛久市中央障害学習センターに戻ってきますというルートなのでね、皆さんもぜひ足を運びいただきたいと思います、はい、私も女性消防団ちゃんみよとして参加しますので、何するかっていうと、別に私は特に何もしないんです。あの沿線のこのどこかに私はいます。あので皆さんもぜひ来てください、はい、見に来てください、ね、そう、そして牛久のね、安心安全、安全、うん、牛久安全安心ワールド2015も足を運びいただきたいなと思いますね。はい、はい、じゃあ続いてです。おいおい、3つ目、おいおい、これはね、ひばりくんからのメールが届いております。ひばりくんのメールです。息子をね、うん、あの息子を名乗る偽電話詐欺、あの名前変わったやつね、とそうだよね、オレオレ詐欺じゃなくて偽電話詐欺です、はいはい、今日ですね、牛久市内のご家庭に偽電話詐欺と思われる電話がかかってきていると。犯人は息子を名乗り、カバンをなくした、カバンの中には小切手が入っていたなどと言って電話を切っています。このような電話は偽電話詐欺の可能性があります、不審な電話がかかってきた場合は自分一人で判断することなく、ご家族にご確認するか、110番または牛久警察署0298710110まで通報してくださいと、はい、いうことでございます。けしからんニュースでございます ねえ、ダメよ、ダメダメ、いやなんか出ちゃった、自然に出ちゃったんだって今、違うんだってば、何恥ずかしがってる、ね、いやなんかちょ、なんか出ちゃったと思って、そうかそうか、懐かしいの出ちゃったなと思ってさ、今ちょっとびっくりしちゃったんだ俺、そう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 。でもなんかさ、今さやっぱこういう詐欺多いから電話の方がさ対応できるようにしてるみたいだよね、新しい機種が。なんかそのオレオレ詐欺の電話がかかってきたら、何かを認知して察知して通報行くみたいな的な電話が、あれ ATM だっけな、はい、すいません、正しくない情報でございました。あとね、チャミオのね、なんかそんなのなかったっけ、知ってる人情報はアプリを作りました、そのオレオレ偽電話詐欺対策 の、 その電話番号を登録していて、その電話がかかってくるとアプリの方で、これはやばい電話番号だ、弾ける、 それのことですかね、かな、そういうのもあるんだね多分、なんかいろいろ出てるみたいだよね、だからまあ、対策の商品っていうか、でもこう偽電話詐欺もどん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 なんかこういろいろ考えて悪だくみしていきながら、こっちもこっちで、そう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 、いたちごっこですよね、そうなんだよね、やるようなやつがねいなくなればいいんですそうですけどね、どっか行っちゃう、そうですけどね、本当にそうですよ、はい、敵です、敵ですよそれはね、はい、でね、あのこのような、偽電話詐欺とかの連絡ね、来るひばりくんの防犯メール、皆さんもぜひカパメールと同じように登録してください、本当にね便利な情報というか大切な情報が届いてきますので、ぜひ登録もよろしくお願いいたします、というひばりくんからのメールを紹介しました、はいはい、仲いいからね、メル友です私なんだろう、なんかちょっと寂しい、はい、なんだろうな、以上続いて、続いて列車中学校からのお便り、今日もね牛久市の教育委員会さんにご協力いただいて、牛久のニュースをご紹介していきたいんですが、まずは中学校ですね、今回じゃん、はい、牛久一中静かな一日、2月9日校長先生の日記です。今日は月曜日でしたが、朝の挨拶はいつにもなく元気にできていました。爽やかな気持ちで始まった一日、3年4組で読み聞かせをし、昼食も3年4組としました。3年生はここに来て本当に落ち着いています。県立受験に向けてみんな真剣に頑張っています。風邪をひかず頑張ってくださいと、
頑張ってください。頑張ってください。続いて牛国中、突然の頑張ってください。現代的なリズムのダンス、はいはい、2月9日1年生のニュースですね。体育の学習は、うん、表現として現代的なリズムのダンスを行っています。第1学年はグループで、うん、第2学年は体育祭の団で取り組んでいます。それぞれにダンスの曲を選曲し、基本のダンスから自分たちのオリジナルダンスへと創作していきます。グループイメージからどんな表現にしていくのか楽しみです、うん、ということでした、うん、まずボックスから始めるんだろうね、うん、はい。あとコメントが来てます。どこからだ。あ、カビンさん土日も仕事だったよって、かよさんがどんどん祭り参加の皆さんお疲れちゃんみよです、お疲れちゃんです、楽しかったね。で、カビン堂さんが明日はつくば某所にいるよ、つくば市某所にいるよ。カリアンさんが今度ひでちゃん家に息子を装って電話してみようかな。カモンかけてきてみ。うちの母ちゃん騙してどうすんのよ。多分騙されないと思います。ひでちゃんち財布なくしたら財布持ってないでしょ。うん、うん、あ、無理だ。そういう人だ。僕がそういう人だから騙されないと思う、うん、大丈夫です、はい、うん、で、赤井さんがアプリってこれ買ってあげてくれてますね。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いろんな企業でそうやって便利なものやってますから、うん、皆さんもぜひぜひぜひ。はい、じゃあ次、はいはい、牛久さん中です。じゃじゃーん、おいよ、ノート、何、素晴らしいノート。昨日のニュースですね。そろそろ学年末ですので、うん、各教科でノート提出などが多くなってきています、はいはい、たくさんのノートをチェックしていると芸術作品、うん、芸術品に近いノートがあります。一般的にノートがきちんと書けている生徒は、うんうんうん、内容をよく理解し技能を身につけている傾向があります。自分の考えを書き込んだりできるとなお充実します。友達のノートを時々覗いてみるのも自分のためになるかもと、うん、これすごくわかりやすいノートですね。確かにね、うん、これそっか、あ、すごいね。なんか参考書みたくなってるの、うん、中学校3年生かな、これね、かな。素晴らしいノートです。すごいすごい。でも私も どちらかというとノート取るの下手くそなので、俺もノート振り返れないですからね。パソコンのおかげで。嘘でしょ、俺バラバラに書いてる。振り返るよ、うん、振り返れません、うん、はい、ということでした、はいはい、続いてです。じゃじゃん。それではこちらね、下根中学校茨城っ子郷土検定の県大会出場ということですね、はいはい。2月の7日の土曜日、茨城県民文化センターで開催された茨城っ子郷土検定県大会に牛久市代表として2年生チームが出場しました。茨城県の歴史や文化などの知識を記述式の問題や早押し問題で競い合う大会で、5名の選手と7名の応援団が頑張ってきました。惜しくも予選ブロックの敗退となりましたが、5人で1つのボタンに手を合わせるなどチームワークの良さが光りました。優勝は同じ予選で同じブロックだった県立日立一高附属中学校でしたと、ということですね。これ後で問題ね見れたら見たいと思います、うん、あ、ぜひぜひ、はい、続いてじゃん、はいはい、はい、牛久南中学校みんなで作りました。2月の9日これは何で作ったか分かるでしょうか。ひりちゃん分かるかな。分かんない。こちらはですね、正解は牛乳パックです。クレヨンで色をつけて切った後に貼り付けます。何人かのお友達に作ってもらって完成しました。保健室に来た際はご覧くださいということです。保健室に飾られてるそうですね。おろろろ、ね、昔なんか卵の殻とかいろんなので作りましたけどね。はいはいはい、今牛乳パックとかでも作るんです ね。はい、ということで以上牛久のニュースをお届けしました、はいはい、続いては石天大仏だよ。はい、おかえりなさい。お帰りなさい。どんどん祭りお疲れ様でした。お疲れ様でした。いたよ、いたよ。いたの、うん、火星人と一緒にさ、人間の格好して、うん、もう誰かもうそこまで行っちゃうといろいろ分かっちゃうけどいいのか。え、いな、何してたんですか。音響、そう、何してた。音響とかですか。音響、焼きそば食べてさ。音響じゃないんだ。まさか、あ、そう、とんでもない。焼きそば美味しかったよ、さつまいさんのもすごい。焼きそば食べてた、すごい美味しかった。うん、うん、あ、最高でしたよ。火星人がね、白いたい焼きも食ったって言って本当、うん、白いたい焼きね、食べれなかったんだ。食べたよ、うん、寒かったね、うん、寒かった。でもね、ステージはとっても暑かったぜ。うまい、うまいこと言ったと思った。これがいいたい焼き。うまいこと言ってました。さっきのダメダメダメぐらいにちょっと寒かったけど、うんうんうん、明日の天気でございます。はいはい、明日は、うん、晴れ晴れ晴れ、いない、なんでもない、晴れ、うん、晴れ以外なんでもない。ただし、うん、この冬一番の寒気が来てます。やっぱ、うん、今も寒いですもんね。そう、今そんなことしかないんじゃないかな。最低気温がね、うん、マイナス5度来たね。これ寒いね、ね、寒いね。これ最高気温でもね、最高でも7度、うん、10度ないとやっぱり寒いよね。うん、これはちょっとやだな。まあまあでも、うん、まあまあ
いつも S カードは熱いから、うん、大丈夫で今日流行ってるのそのこれじゃないかどこがその場所が熱いみたいなあの気持ち問題みたいな熱いじゃなくて違う表現ありましたよねえ熱いじゃなくてどっちかって言うとあ あれ火星人が得ですね、うん、あったかいんだから全然違いますね知らまなだよはいはいというわけで、はい、事故です。あったかい。キューティーハッピー。キューティーハッピー。はい、おせ。なんか、牛乳大豆、あったかいんだからって言ったね。あったかいんだからがね、まだまだ様になってませんけどね、皆さんね。ちょっとね、行きましょうか。あの、茨城っ子郷土検定問題。おお、あるんですね。平成26年。行きます、ね、第1問。はい、はい。牛久市内を走るコミュニティバスの名称は何でしょう。1ノリノリ号、はい、2カッパ号、3神谷号、はい、4大仏号。正解は、はい、2、はい、カッパ号です、はい。続いてです、平安時代の後期の高3年の駅に参戦し鎌倉に帰る途中に亡くなり桂町にお墓がある人物は誰でしょう。1源義経、2源頼朝、3鎌倉権五郎景政、4カジバラ影時。正解は3鎌倉権五郎でございます。すごいなすごいな、はい、多分ね自分全問正解する自信あるよマジで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 、うん、こっちなんか、うん、こっち株主のダンスの授業は響き得意そうだねとかね、あとね、うん、タカちゃんが怒ってるよ。何息子を名乗る偽電話詐欺本当にけしからんっつって。けしからん。で、かよさんが龍ヶ崎市は中根台中学校が準優勝したよ。牛天さんいらしたんってかよさんが。牛天さんいらっしゃったみたいです。いらっしゃったみたいですよ。はいはいはい。ね、今日はね紹介するの忘れてましたよ、ね、我々。響そうだ。うん、響きあそうそうだね。あでね、はいはいはい、ヒデライガーになりたい、うん、まだやりたい、うん、やるやる。牛久自然観察の森で観察することができる水辺の宝石と呼ばれる鳥は何でしょう。1カワセミ、2カルガモ、3白鳥、4ヤマセミ。カワセミ。ピンポーン。いきます。牛久沼で毎年稚魚の放流が行われている魚は何でしょう。1タイ、2アユ、3サケ、4ウナギ。ウナギ。ピンポン。よし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 あんまりやるとダメになっちゃうから茨城県の茨城県何今も乗ってきたのに茨城県の問題行こうかなと思って。ああ県ね、オッケー。1、2014年9月1日現在茨城県の市町村数はいくつでしょう。1、34市町村、2、44市町村、3、54市町村、4、64市町村。なんとなく54。マジで言ってんの茨城県って44市町村だよ。そうなんだ。44です。44チャンネルとかイバキラ TV やってる。だから44なんだあ、そういうことなんだ。意味ようやく意味分かった。はい、2012年平成24年の茨城県の農業産出額は全国第何位でしょうか。1、第1位、2、第2位、3、第10位、第4、25位。2位じゃなかったっけ。ピンポーン。だよね。よし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 。ここら辺はね、分からないからやめとこう。OK、うん、はい、ということで以上、ちなみにの何だろう、牛乳でいいですか。ちょっと死でちょっとショック受けたわ。ちょっと当たんなくてショック受けた。はい、っていう感じ。それで44チャンネルなんだ。そうです。納得しました。暇まで知らなかったことが驚きですよえ、基本でしょ。納得できませんね全然全然ダメですね。申し訳ない。というわけで続いての、はい、はいはい、コーナーいきますか、うんうん、ミュージック、うん、ミュージ。はいはい。で今回はですね、うんうん、まあ先週2月の7日、うんうん、第17回牛久駅前どんどん祭りの模様と、あと曲も、うん、まあ、BGM みたいな感じで流れているんですが作ってまいりました、うんうん、みんなのね声かな、インタビューみたいなの最初にしてたのでそれをこう、はい、使っております。じゃあ行ってみましょう、はい、VTR どうぞ。寒さに負けないと頑張ります頑張るぞ。はい、5時まで頑張りますのでよろしくお願いします。頑張ります。はい、はい、頑張ります。5時まで一発
ぱい来るように頑張ります。12年はメンバーが続く人が切り増えるように頑張ります。皆さんを温めます。さて、いろいろ揃っているので皆さんぜひ召し上がってみてください。よろしくお願いします。あった、頑張るぞ。祝賀メガマニオさん、よろしくお願いします。はい、皆さんに喜んでいただけるイバライガーにいたいと思います。ぜひいろいろ買ってイバライガーの支援になります。よろしくお願いいたします。綺麗な音を皆さんに届けますので、よろしくお願いいたします。はいはい、これから頑張ります。はい、頑張るぞ。はい、ありがとうございます。今日は、ね、美味しいものを食べたいと思う。2年目なんで、ものすごい意気込みでやらせていただいておりますが、ぜひ今日はいろんなものを買っていただいて、それから今日間もなく始まる出し物を楽しんでください。感じで食ってきました。うん、うん、素敵な VTR でした。はい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 、よかったですよね。イバライガーみたいな、あのアイカツンの声がどうしてもできないですね。そうそうそう、イバライどんな声だったっけ。もう忘れちゃった。ヒデライガーになりたい。ブラック様がかっこよかったな。仕方されてる、なんだろう、聞こえてる僕の声。ヒデライガーになりたい。ブラック様がかっこよかったですね。聞こえてる俺の声。いやでもなんかイバライガーが人気ある理由がすごく多かった。あ、なんかもう交流の感じがもね、楽しいもんね。楽しかったね。私も ね控え会じゃなかったら並びたかった、うん、写真撮りたかった。だよね、撮れなかった。ちょっと残念。まあでもね、ここには放送に載ってないですけど、イバライガーファミリーがチャンミオファミリーとなんかこうみんなもファミリーですよねっていうのも言ってたし、しかもチャンミオ TV にも出てくれるって言ってたし、うん、ね、楽しみだよ。すごい楽しみ、うん、かなりなんか出ていただけるような感じだったよね、うん、だよね。いつになるかな、いつになるかな、早く実現しますように。いいな、月ごとになんかこう色が変わっていい。まあ月曜日ではないと思う。会いたいのに、会いたいのに、はい、はいはい。でなんかコメント来てるよ。おいおい、ですね、うん、カリアンさんがね、これなんていうもの、あと3年、5、3年、高3年、高3年の駅にはご先祖様の死んだ三郎義満さんも参戦してました。ご先祖様ですか、うん、44市町村だよ、うんうん、茨城県問題は若干難しいね、ヒヤリ、はい、うん、こんばんは、どんどん祭りリポート楽しみにしてました。パタゴニアさん、ありがとうございます。高山さん、タカちゃんね、どんどん祭りに牛天大仏と火星人いたような、ちくんじゃないよタカちゃん、うるさい。パタゴニアさんが、うん、イバショップ店長さんが、あ、良いね、ありがとうございます。何の店長さん。イバショップ、イバライガーショップの店長さんじゃない。店長さんね、うんうんうん、はい、そんなわけ でしたお送りしました。いやでもほんとね、どんどん祭りね、うん、第17回目、うんうんうん、もうイバライガー様々だったけど、うんうんうん、でも、うん、なんか雰囲気があったかかった、うん、どんどん祭りの、うん、すごいなんかよか、それ良かった、うん、感じた、うん、うん、なんかコラボさ、チャミューとやったじゃん、お姉さんと、うん、でも面白かったし、見てて、そう、アイカツンね、うん、いやすごい良かったの、良かった、今回ね、うん、諸事情で、うん、ちょっとね伸ばしてもらってたの。ああ、はいはい、そうだね。もうでもイバライガーさんたちが、うんうんうん、
伸ばしてくれたし、うん、しかもアイカツンも、うん、超長いな長いな、うん、もうすごい対応がね、すごかったよね。神対応でした。だってアドリブってその場だもんね。アドリブでしかないだよね。なんじゃんけん大会やったりとかさ、ね、そう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 、ジャミオの短冊書いてくれたね茨城が書いてたよね。あれなんかすごい良かったなと思って、嬉しかったです。すごい素敵な時間だった、はい、うん、ありがとうございました。 ありがとうございました。本当に皆さん嬉しいです。はい、ありがとうございました、うんうん、ということで、はい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 、はいはい、でジャミオ TV に茨城が見に行きたいなでしょ。その日ばかりはもう多分ね、稀勢の里関の応援みたいになると思いますよここすごいことになるんじゃないかな。稀勢の里みたいに椅子並んで並んで、ね、あっちでチャンミオ TV の収録できるといいですね。そうだね、はい、いい ね、 ね、ちょっと楽しみだな、はい、ということでした、はいはいはい、じゃ続いてのコーナーはおい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 、ゲストさんコーナーですけども、うん、本日はね、中学生ラッパーラッパーとうとう動画ではいろいろ出てたけども、あ、本物初めてじゃないでしょ。いや、ここら辺で出たことはあるけど、うん、ゲストとして出るのはさ 初じゃないか。初初だよね。はい、チャンミオの後輩ですからね。はい、かわいい弟くんですよ。しかもね、あのミュージック1本だったじゃん、うん、2分ぐらいのね、響きの動画がねまだあるの。響きと一緒に見ようと思って、うん、撮ってありますので、じゃあ一旦 CM です。はい、ということでですね、チャミティビにゲストさんに登場してくれたゲストさんはこちらのカメラに向かって自己紹介をしていただいてます。自己紹介お願いします。中学3年のラッパー、ハイキーアイです。ちなみにダンスはあんまできないですさすが、さっきのコメントに答えてるさすが、さっきのあったね、聞いたね、響きはね、響きダンスできるかも。ということで中学生ラッパー、響きじゃないんだ。響きじゃないんだよ。ハイキーアイ、AKA 響きですね。背景愛 AK 響き、はい、どうやって書くの。背景愛、あの HIGAH HIE 響きでもいいんだけどね。はい、全然いいですけど、 AKA 響きなんだけど。え、どういうこと。はい、いいよ、カッコ響きでいい。カッコ響き、うん、まあいっか、響き、まいつごめんね、間違っちゃった、はい、まあでもね、中学生ラッパー響きということで、はいはい、ね、中学校3年生ってことはさ、今もしかして受験真っ只中。そうですね。いいの、チャンミオ TV 出て。もう全然余裕です。余裕なの、はい、これじゃもう終わった受験。いや、あの県立はまだっすね。怒られないかね、私たちは校長先生とかに怒られないか、ビクビクして大丈夫ですか。はい、あ、じゃあ内緒でやってるんで内緒でやってないかもしれない。内緒でやってるんですね、一応ね、これ放送されてるんで、うん、でもなんかさっきなんか侵入で見てたけども、3月に県立の入試、3月何日、3月の4日だよね、そんぐらいですね。あとちょっとじゃん、はい、どうよ、仕上がりの方は。全然いけんじゃないですかね。お、勉強してないですけど自信だけはあります。自信、いや、自信がないとね、はい、いかんし、あと健康だけはね、はい、うん、注意しないといけないので、受験生の皆さんね、頑張っていただきたいと思う。まあ、頑張ってるみんなに頑張ってるって言っちゃいけないけどね。頑張ってください、はい、でもね、力を出し切ってほしいですね。カリアンさんが、チャミオ24時間 TV 以来、うん、って響き出る。ああ、確かに24時間テレビ出て10代代表で響きはね。ああ、そうか、はい、それで出たんだ。いろいろと自分の意見を結構懐かしいです。ま、
あれ5月だからね。はい、ああああああ。でも自分ね響きはね、この間のね竹吉さんとの公演ぶりだから、あれ12月だっけ。そうっすね。そうかそうか。竹吉さんの公演。はいはいはい。作家のね。うんうんうん。何話してるんだかよく分かんなかった公演だけど。ポカーンになってました。ポカーンになってました。ひかりやさんがひでちゃんの弟みたいって言ってます。の弟ですもんね。まあ、弟え、いいの弟、いいのひでちゃんの弟で、まあ、大丈夫っす。大丈夫だ、だが入ったね、今ね。1個だが入ったよね、ま、大丈夫っすじゃなかったよね、ま、だ、大丈夫っす、ね、ま、ま、大丈夫、ま、いっかみたいな感じだったよ、ね、まあ、ちょっといろいろとじゃあね、お話聞いていきたいと思うんですけど、はいはい、でも、はいはい、さっきの愛系なんとかっていうのはどういう意味なの。愛系、はい、それも、なんかあの愛系愛、はい、名前にハイは入れたくて。なんでなんかわかんないですけどね、高い高い位置にいるってことで。あ、はい、はい、K は K は普通のもうイニシャルの K、 K、 I はもう小文字で、はい、え、いつからそうなって活動し始めた。え、もうそれ最初からそんな感じっすね。もう、あ、本当に、はい、じゃあうちらがもう間違ってた、うちらが響きって言ってた。そうそうそう、失礼なことしてしまいました、申し訳ございませんでした、まあ、響きは悪くないなと思って響きだけ、響きだけ、あ、さすがラッパー今、ちょっとインフンでみた、はい、インフンじゃった、はい、インフンじゃった、インフンじゃいました。あ、そうか。じゃあ早速いろいろと質問してってもいいですか。うんうん、ダメですダメです、先輩の言うことは絶対です。行、はい、きましょう。まずですね、はいはい、このねラップ、うん、ラッパーになるきっかけ、なんか最初、うん、聞いてたんですよラップを、うん、中1の時に。中 1? おぉ、中1今でそっから中3だからね。そう、そう、うん、で12月ぐらいから始めて、うん、で、うん、今に至るって感じです。俺でもできんじゃないかっていう話になって。おー、え、最初誰のラップを聞いたの。最初はですね、俺もあれだったんで、うん、AK69 さんっていうラッパーがいるんですよ、はいはいはい、でその人のラップを最初聞いて、うん、で、まあ、今はまあリスペクトしないですけど。リスペクトしてないとか言わない。言うね。え、そんでそんで、え、そのを聞いて、うん、他にいろんなのも聞いて、あ、そうそう、なんか YouTube とかで関連動画見てって、うん、あ、俺でもできんじゃねみたいな、うん、そんな感じです。さすがだね。え、元々はさ、響きが興味あったの何だったの。俺、うん、アイドルオタクでしたね。そう、小学校の時は。アイドル、例えば、うん、AKB とか俺好きですよ。 AKB だったら推しメンだっけ。あ、そう、推しメンは柏木由紀、ゆきりんでした。逆ベクトル言ったな、それゆきりんって、あれだ、あ、アナゴさん描く人。え、多分それ違うんじゃないですか。え、違う、鹿児島のゆきりんって誰だっけ。柏木ゆき。あー、わかんないや。柏木ゆき、え、有名な子だっけ。うん、僕ちょっと知ってるな。あ、じゃあわかんない、あんま詳しくない。え、あんな子さん書く人じゃないの。あれ、渡辺真由ちゃんじゃない。詳しいね。詳しいね。実は分かってんだけど。すごいね。今ラッパーだからそのモードはあんまりね、はい、そのモードは隠してるの今。はい、ちょっとあれ来てといて、その前もっとそこあったんじゃないの。いや、もう自分は響きと言ったら、うん、どっちかというと、うん、あのアニメオタク。あ、うん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 、アニメはあんま好きじゃないですね。あ、もう今となっては昔のことだが、うんうん、昔もあんま。でも自分の響きが私の教え子時代は、はいはいはい、うん、エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオン好きでしたね。すごい燃えてたよ。あ、エヴァンゲリオンは好きなんだ。小学校1年生がエヴァンゲリオン語ってたからね。だってあれはもうアニメの部類じゃないですからね。何の部類。あれは何の部類なの。なんか新しいやつっすよ。新しいやつ、新しいものが芸術作品が生み出されたということだったわけでございますけれども。いや、でもね、そんな、うん、もうエヴァンゲリオンに始まり、まゆゆ、柏木由紀、私はゆきちゃんに始まり、なんとかなんとかないんで、ハマりでラッパー、ラッパーだ、ラッパーになって、はい、すごいね。でもしかしたらこれからラッパーじゃない。電車オタクとかなるかもしれないけど。まあまあまあ、でも今ラップを、はい、ラップやってます。本当に一生懸命やってる響きがね、うん、なんと聞く話によると、そうそうそう、ちゃんみよのこの聞く話によるとね、2月のね1日に人生初のクラブでライブがあったと、うん、はい、やりましたね。なんでクラブでライブができたの。知り合いにあの、うん、オーガナイザーさんがいて、うん、その人に呼びかけてもらって、うん、え、響きやろうぜ、はい、そんな感じです。どこでやったの。渋谷です。すごいよね、初、はい、初クラブイベントが渋谷って、はい、なんで渋谷呼ばれたじゃん。え、なんで。なんかね、すごいっす。え、渋谷ってだって
本場でしょ。本場で本場。何でも本場だよね。本場、うん、そこでどうしてやったの。想像つかないでしょ。オーガナイザーさんどうして響きチョイスしたの。分かんないですね。やっぱ中学生ラッパーっていうのがパンチが効いてると思ったのかな。多分そうじゃないですかね。なかなかないよ。ないよね、はい。でまたあの4月にイベントあるんで、うん、それも4月に、はい、渋谷で行くの、はい、マジで。なんかはい、そうですね、好評だったんだ。はい、あれいいじゃない。でデイイベントなんだよね。はい、そうです。だからさ、うん、出れるのよ。はい、昼間の夜だと。そう、夜はさ未成年の子はそう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 出れないんだけど、うん、健全なイベントだから。そう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 いうことなの。どういうことなのかちょっと今言ったら見に行かないと分からないよね。はい、2月1日はじゃ結構いろんな人見に来た。もういっぱいいましたね。うん、すごいね。結構大人だらけでしたけど、うん、だってそして中3って言ったらさもうみんなの注目度マックスだよね。はい、マジで中3とかいっぱい言われたでしょ。言われましたね。結構だよね。そうだよね。まあ、でも響きって中学生に見られる。高校生ぐらいっす。そうだよね。あまり若くは見られない。そう言われやね。声のぶといしね。うん、まあ、コメント来てますか。カリアンさんがね、うん、AKB と書いて HBK と読むという、ね。なんとも言えないこと。I love you って。合ってる？合ってるの？合ってるの？わかんない。踊れるみたい。そんで、はい、あとは？あ、以上です。以上です。はい。はい、じゃあ皆さんからの響きに対するコメントもお待ちしております。今日は何でもね。うん。答えてくれる。答えます。だって響き。そのクラブの行く前、うん、前の日うちでレコーディングしてた。そうですね。え、レコーディングライブの仕方知んなかったんだからね。どういうこと。ヒデさん、CD に歌入れてやりたいんですけど。どういう意味。え、CD 自分の歌流したまま、やりたいんですけど、つって響きお前ライブやるんだろって自分の歌入ってちゃダメじゃねって、うん、抜こう。口パクにしようと思ったってこと。口パクってわけじゃないですけど、重ねてだよね、うん、カラオケみたいな感じで。そうそうそう、うん、でもカラオケも歌詞入ってなくない。ん、入ってない、歌入ってない。そうか。そうそう、あ、じゃあもうおかしなことを言い始めててで、うん、そのレコーディングも無事に終えて、終えてしっかり準備万端でライブもやり方もヒデちゃんに教えてもらって見てもらって無事よく言ったね。だって歌詞だってさね、そんな書いたばっかだったんだよね。書いたばっかであんま覚えてなくて。そう、レコーディングした時はだってまだね、はい、だったもんね、はい、じゃあなんで2月1日行かなかったんだろう。だよ、2月ですね、なんかあったんじゃないかな。私仕事があったんですけど、うん、そう、うん、そう言ったかった。まあ次回もね、うん、まだでも次行けるでしょ。で、響きのね、レコーディングの風景あるんで、お今話してた。お、いい流しちゃって大丈夫っす。じゃあ行ってみよう、VTR どうぞ。まずは、歌、声のボリュームチェックするんで、はい、とりあえずやってみて。ヘッドホンの音量とか来た。あ、大丈夫っす。 OK。 アラビアとハタマタ殺しに聞いた電光石火、戦場からの登場、意気込み向上、俺たちはロコス、なくしたハングリー、精神を探す、スタートテキーラー、駆け合う場から、終われば墓場、眠っちまいな、バイタも変座、飲みすぎアップタップ、セコンドから、投げてくれよタオル。言葉に壁、なんてのはいらねえ、様々なもののきっかけの火がね、疲れちまったらすでに屍、残りの時間はあと何年、考えるだけでめっちゃ辛いけど一人、また一歩前へ、追いつくまではただハイペース、すでに出てるレールの上、いつか夢見たキングオブクラン、人生最大の維持へプラン、心が雨でも晴れさせ、表に出ないよりかは出、さあ鳴らせよ心のベル、夢の一歩がまた伸びる、この詩で平和を述べる、お前ならどうだ。アラビアタはたまた殺しに聞いた電光石火、戦場からの登場、意気込み向上、俺たちはロコス、なくしたハングリー、精神を探す、スタートテキーラー、駆け合う場から、終われば墓場、眠っちまいな、バイタも変座、飲みすぎアップタップ、セコンドから投げてくれた俺。でもレコーディングどうでしたか。文句なし。マジで。はい、初？レコーディングは初？レコーディングは初ですね。どうだ？緊張した？
まあ緊張しましたね。でもまあ出来は文句なしですね。チャミオ TV 見てる皆さんにぜひ聞いてください。I just wanna make a my dream。 その言葉すら胸を締め付ける。出会いと偶然、時にお別れ、いつまで僕は。はい、やっとしたすごいね、言ってたね。やってたよ。アラビアータとか言ってたね。アラビアータ言ってた。アラビアータセコンドカラータオルやってた、やってたね。プロレスっぽい感じだったね。いやでも、あの日レコーディングしたのを次の日に歌ったの。歌いましたね。そうそうそう、だってギリギリ。そう、歌詞カード持って。いや、歌詞カード持たないで。すごいよね。あの歌詞もさ、どれぐらいかかって作るの？一つ一週間とかそのぐらいからですかね。だってさ、知らない言葉もあるでしょ？ありますね。調べるんだよね。調べたりして。辞書持って。はい、そうっすね。すごいね。燃えてるね。もうどれぐらい曲作ってる？わかんないっすね。でも、結構ノート3冊分ぐらいは。ネタ帳があるわけ、はい、あるね、持ってるね。これ楽しみだね、どんどん曲になっていくの、はい、でもやっぱひでちゃんが相手乗せてくれて出来上がり聞いてどうだった？なかなかだったっすね。上からかい。上から来た、上から来た、来たよ。なんだよなんだよ、なかなかって言われちゃったよ。いやでもね、ここからどん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 、そう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 。もうね、響きのこのさ、うん、音源はどっかで聞けたりとかしない。今はまだしてないよね。今はしてないですね。今後ね、なんかやっていきたい、ね、大量生産して。おお、大量生産して金が入っていく、チャリンチャリンしてるわけで。1枚3000万ぐらいで売っちゃって。誰が買うで1枚1枚3000万って家より高いよ。300円で地道に売っていただきたいなと思いますけども、はいはい、それが一番いいです。はい、他にもまだ質問がございます。あとはね、うん、牛久についてを話す番組ですので。そうそうそう、牛久ですよ。そうだ、響きも何年牛久にいるんだ？2歳からだから、うん、何年目だ？ 13年住んでて、うん、牛久はどんな町だと思う？ね、うん、こういう、なんていうの、いろんなことやってくれる大人もいるし、うん、なんもう子供から大人まで全員仲がいいっていうのがある、うんうん、おめっちゃ普通のこと、真面目なこと言った。びっくりした、感動した今。でもさ、感動した。こういう風に思うのは、うん、響きだからなの、それとも他の二中生の子たちはみんな思ってんじゃないですかね。おお、やっぱりいい環境だよね、はい、牛久って。そう思うけどね。もう大人超優しいよね。まあ優しい人もいれば、うん、もういろんな人もいれば、いろんな人います。オレオレ詐欺とか言っちゃったり。ああ全部絡めてくるね、番組に。うまいね。ちゃんと見てるね。嬉しいよね。全部番組絡めてくるね。うん、でもやっぱそういう風に思ってく人がいいっては思う。あどう、でも遊ぶ場所とかはさ、あんまりなかったりとかするわけじゃん。この間もなんかライブできる場所が欲しいっていう風に言ってたけどさ、それはやっぱ今も変わらずそう思うわけでしょ。はい、うん、それは作ってほしいよね、はい、それは何、建物として欲しいのか、うん、それとも環境として。環境としてですね。じゃあもう外で野外で音かけても大人に怒られなくて、はい、で好きなだけできるような、うんうんうん、でラップしてたら周りで音ったりとかね、うんうん、そういうのも欲しいよね、はい、そういうのいいよね、はい、ストリートだよね、本当にね。そういうのをさ、うん、やる子たちがラップするのは響きの他にもいるの？ああ、俺の知ってる限りではあと一人、はい、一緒にグルーっていうチーム組んでやってるんですけど、うん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 、で、牛久で？そうですね、牛久で。二中で？いや、違いますね、あの彼は一中で。そういう友達どこに見つけるの？わかんない、なんなんすかね。うん、どうやって出てきたの？俺が始めさせたんすかね、彼。おーおー、もうやれよって言って。でもそういうリーダーシップも必要よね。うん、必要だよ。だから、うん、どんどんそういう子たちが、チャミオ TV で、こう面白くなってくるそれ。どうよ、できないかな。なんか、チャミオ TV に出るのは抵抗あるのかな、みんな。あー、恥ずかしいんじゃないですか。なんで恥ずかしいんだろう。思春期真っ只中で。うん、だって冷静に思春期の子が思春期真っ只中。だって思春期真っ只中じゃん。まあそうっすけど、うん、でも 、うん、出たりとか。はい、もう出る方が好きなんですよね。うん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 、はい、いいで
しょ、前に出ていこう精神。いいねいいね。奥の地区前に出ていこう精神。奥の地区はそうなんだ。そう育つ、そう育つ、まあ、そう育ってほしい。まあ奥の地区に限らずだけど、限らず結構みんな前に出ていきたいと思うけどね。まあでも、うんうんうん、やっぱりこう若者がねこういうものが欲しいって言ってるんだと、大人はそれをね、うんうん、若者が楽しく、ね、できる若者を寄ってくるしさ、環境をやっぱり一緒に作っていけるようにね、うん、した方がいいし、うん、だからこう自分の意見は言った方がいいと思うし、はい、うん、こう言った方がねいいんだと思う、はい、だから、ね、いいんだよ、こう反対することは反対してもいいし、うん、賛成することは賛成すればいいし、うん、だから無関心になるのだけはね、いかんですよ。はい、わかりましたか？いいね、はい、うん、なので周りの子たちにもそう言っといて、はい、チャミ TV 見てる皆さん無関心だけはいけません、ね、いけません、いけません、そうです、ね、じゃあ最後、はい、響きの今後の目標聞こう、うん、目標、どんな学校になりたいでもいいし、目標聞きたい、うんとね、やっぱまだ中学生で車乗れないけど、うん、18歳乗って、うん、すぐ乗って車に、うん、アメ車乗ってね、で、可愛い子を連れて、うん、幸せになることが最終目標っすね。ね、可愛いこと言うよ。幸せになることだろうね。幸せな、ああ、幸せなことを築きたいっていうのが、私も感動したね。この間聞いた時からしかも変わってないとか。変わってない、ブレてない。ブレてないね。なんかもしかしたらブレてるかもしれないと思う。ちょっと渋谷行っちゃったし。そう、渋谷行ってなんかこうお姉ちゃんとかが、ね、なんか ああいうのとチャラチャラしてるみたいな。ね、思ってるかなって思ったけど、うん、そこは変わらない。変わらない、変わらない。どうする、でもさ、響きがラップしててさ、超モテモテになってさ、みんなが寄ってきてさ、うん、それで嬉しいっすね。え、でもそしたらじゃあ分かった、一人の子と付き合って、うん、はい、もう一人の子から声をかけられて、はい、どっちも可愛い子だとどうする。こう付き合ってる子を取りますね。嬉しいね。なんだこれ、なんだなんだこれ。いや、どっちもって言わなくてよかったよ。それは言わないだろう、テレビ映ってんだから。ね、テレビだから、うん、え、で、じゃあテレビじゃないって思ったらどっちなの。どっちもって言うかもしれない。え、それ後でじゃ教えて。そこまで気になる。え、すごく気になる。ね、でもなかなかこういう子も珍しいと思う。うん、ね、そうそう、はい、コメント届いてますか、うん、コメントね、カリアンさんが太鼓と一緒に応援してますよとかね、カリアンさんが詩人だなとかね、カリアンさんが音いいじゃんいいじゃんってすごいしてます、うんうん、ね、みんなでコラボして、うん、なんかやっていきたいですね。やっていきたいですよ。だから今後もね、うん、開催されるかもしれないどんどん祭りとかね、あの響きとかがラップして、うん、で若い子たちが踊ったりとかするのを私は見たい。それいいよね。みんなであのね、だからお店の人とかも一緒に何かこうなったりとか、そういうのしよう。いい環境ですよね。いい環境っすよね。そうっすよね。はい、そうっす、そうっす、やっていきましょう。楽しみ楽しみ楽しみ。いや、なんかね、いや、宝だよね。宝だよ、本当に。そうだよ、宝だよ、牛久のあなたたちは本当に、うん、何でもいいな、本当に、はい、大人はね、何でも言った方がいいんだからね、はい、うん、ね、先輩ずってるけど、ね、先輩ずって先生に戻っちゃったよね、先生、ね、という感じで、あっという間に時間になってしまいましたが、はいはい、最後ですね、まあ、あのチャミリビン の、うん、あの提供さんご紹介してコメント確認して見せてまいりしたいと思います。 VTR どうぞ。ジャンミュー TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社山陽ホーム様の提供でお届けいたしました。コメントは、はい、大丈夫です、はい、本当はどっちにするのって言ったら、うん、一人だと言ってました。そこも、ね、いい男になるね。これはね、楽しみでございます。ということで、あっという間にお時間になりました、今日はね、響き改め IKI に登場していただいているとお話をお伺いしました、ね、今日もありがとうございました。皆さんも見てくださって、コメントくださって、スタジオに遊びに来てくださって、はい、ありがとうございました。また明日もウキウキハッピーにお届けします。明日はね、はい、石岡市の産業の久保田さんが登場してくれます。楽しみにしていてください。 そうだね、それでは、はいはい、誰チューズデーになるかもお楽しみに。あやつ、イーフル、イーフル、やばい。